はいどうも、と関ヶ原の戦いの合戦場の跡地探索してみました。まあオーブの数だけ言ったらな、多分なんていうの、時間単位で死んだ人間の数は圧倒的に多いと思う。いやここ今まで見た中で一番死人の多いとこやぞお前下手な若より下手な若より人死にすぎだぞここ1時間で1000人単位で死ぬからなここでも裏切るの分かるような気がする。力のあれが全く違うぞこれ。だけど改めてこうやって感じると遠いな。まあお互い大将が死んだらなんていうの終わるって思ってるから、そのなんていうの距離を離すよね。大将死ねねえぞこれ。大将死ねねえんだろこんな遠距離あると。味方の兵士全員死ぬまではなあ、極端な言い方をするとそうなるからね。味方の兵士全員死ぬまでは大丈夫だ。裏切りって言ったってこんなもんめ、俺でも裏切りたくなるぞ。すごいな、改めてここは俺たちよくここぴょこぴょこ通っとるもんな。うん、何度か通ってる。そのためになんていうの行こうっていうことはあなたが言わないから大したことないんかなと思いながら通り過ぎてた。だって道中ほとんど俺あれやん、オフにしてるから普通のかっちゃんで来てるからさ。だしここ大したことないもん、呼ばれることもない。ああ、うん、本当になんかその合戦してる人たちの例があるだけって感じか。そうそうそう、あと歴史好きがふよふよ近寄ってきたか。歴史好き、いやっていうよりそのうん、なんちゅうのかな、陰みたいなのあるやんって。陰、他のものを呼び起こせれるようなその陰っていうか、なんか、ね、なんちゅうのはある力はすげえある。なんか変なパワースポットにはなってると。そう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 、パワースポットにはなってるな、ここ。今までちょっと歩いてたけど霊道がないっていうことは大したことないんだろうな一番死んでるから、ある意味一番その道を確保してあげなきゃいけない場所なのに。かといって本当姉川の戦いの方が俺見てるのは悲しかったな、あっちの方が。まあ、おいち様フィルターだろうな。おい、そのフィルターで挟んどるでだと思うんですけどね。要は信長さんが好き勝手やってるだけで全員被害者だもん。あとあ、そうか信長さん、あいつグロいな。じゃあうん、こっちは賢いのにな。信長さんは多分あれ日本一のブラック企業の社長よ、あの人。多分歴史的に見て、こいつもこっちがなり、こっちのネタ石田さん、うん、石田さんは別にグロくねえぞ。まあそうね。いや、どっちかっていうと俺石田さんの方が人望厚いような気がしたんだけどな。でもめちゃくちゃこっちの何やった、こっち徳川家康か、うん、家康よりこっちの方が人望すげえ厚いぞ俺好きだな石田さんの方が。多分よ、こっちの石田さん見た感じで絶対もう負けるという気持ちあったんじゃねえかなと思うぐらい違うぞ。ああ、まあなんていうの、名だたるその同僚たちが全員向こう側に行っちゃってるっていうショックはあるだろうしな。すげえなこの戦いは、初めて知ったこんなのなんかテレビで見てたと全然違う。ああ、テレビは本当になんかピンポイント切り抜いて映してる感あるからあれだけど、そんないい物語もねえし。そうね、怖いなこういうとこって。歴史ってわからん、ごめんなさいね、僕ほんと歴史わかんないんですよまあ地理もわかんない、現代もわかってないですからさ、自分の生き方もわかってないですから僕それはみんな迷子だと思うのいや初めてここで霊力上げたけど、聞こえるな声だけ、うるさい、なんていうの、おたけびじゃないけど、そういうか、うん、もうわーみたいな、そういう声、うわーとか、うえーとかもう気合い入れていかないと負ける的な。だってこの辺でもう覚悟だろう、石田さんの顔も徳川家ですか、うん、見えんもほぼほぼ。まあねそのメインで戦ってるとこにいっちゃダメだよね。下っ端ってやっぱしかわいそうなもんやな今も昔も変わらへんねんな。今もそこは昔も今も変わらんな、こうやって見るとひでえと大将誰かも分からずに戦っとるようなもんだな。ああ、
ここの会社の社長って誰？いや知らんわ。専務しかわかんないっすけどっていう感じやな。鉄砲の音はなんで死んねん？聞こえんのやろ俺。聞こえんのかな？銃はあるはずだけどな。でもまあなんていうの。あお城もないからな。弾補充がきついか。弓矢がすげえな。適当に飛ばすんやな。まあ適当に当たりゃ、まあ、当たるわな、なんかに。そんな弓の名手がね、いるわけじゃないから。だけど、めちゃくちゃ飛ぶわけでもないな、飛距離がねえな。いや、おりやん、スバンツ、シュー、スバンツっていうイメージがあったんやて、うん、なんか、自分から打って敵軍の大将に当たるぐらいパーン飛んでくるな。200メートルか300メートル飛ぶと思っとったもん俺。その10分の1でございますなあ。今のあの何弓道の方が飛ぶな。まあ物もいいからね今の弓道の方が。あとその落ち着いて打てるっていうのもある。あそっか落ち着いてるもんな。あれ喋らずにやっとるってな昔弓道の。あそっか今ただひたすら気抜いたら殺されるような環境下で落ち着いてあんな風に打てない。なあそっか。なんだ俺ちょっとショック。おすげえ俺美談に考えとった。まあそうよね。あの大河ドラマとかでも出てるようなそういう有名な戦いだしな。でも俺石田さん好きになったな。あそこに行った時俺は好き。ごめん。いい人いい人って言われたけど。いい人っていうか俺がもし時代あのその時代に言ったら俺石田さんつくな。俺裏向こう裏切って向こうに始末しに行くな。おお。うん。こういう性格好きだな俺石田さんみたいな。今ねゲームからねそんな、うん、どんなキャラだっけって引っ張り出したけどね、うん、割とわがまま言う人っていうイメージしか出てないわ。あわがままわがままでも人の話を耳を傾けるタイプだぞ。あちゃんとなんか上司やってくれる話聞いてくれる人か。そうゲームではわがままかもしれんけど、まあ、それがわがままかもわからんけど俺は好きだなこういう上司だったら。おー、うん、裏切られるのはかわいそうだわなそんな子だったら。だけど俺がもし今の現代であの石田さんが上司だったら俺喜んでついていくタイプだな。へえ、うん、こっちのネタ徳川家康か、うんうん、よりかは、まあ、家康はなあこっちは俺怖えな逆に、うん、こっちは逆に言えばなんかどういうんや腹黒さぬきだから違う口がうまいから信用できねえタイプ。ああはいはいはい今で言うとな。でも本当だそれ正解だわ。あ、本当そうなの。さっき言ったその関ヶ原の戦い、うん、で裏切り者出たって、うん、要はその裏切り者がいたから1週間の戦いが2日で終わったっていうそのね、うん、ある意味一番の功労者じゃないですか、うん、ただ戦争が終わったら、うん、要は大事な局面で裏切るようなやつっていう イメージしかないじゃないですか。あ、そうか。だからその裏切ったその小早川秀明に対してめちゃめちゃその冷遇したその、うん、なんていうの頑張ったねみたいな恩賞も特になく。そりゃそうだろう。そういうなんか口のうまさは絶対ある。うん、口のこっちは俺口のうまいこのこういうやつは嫌いだな。だけどこっちは違うぞこの石田さんだけは。本当に戦国知らないんだよね。今ここへ来て霊感を高めてそれを探っとるだけやから。だから時間が長いんだわ。その今現代のパワーあの幽霊だったら霊わ、うんうん、かるやんすぐに。だけどこの歴史をたどるのってすげえ時間かかってくるの。400年分の。そう。だけど俺は、うん、今の現代で言うなら俺は多分、うん、わがままがわがまま、今日急に残業しろとかいうわがままあるけど、うん、うんうんうん。だけど、俺はこっちの、石田三成さんの方が、石田さんの方が俺ついていけれる上司だなと思った。こっちは絶対無理だな、俺。うん。ああ。こっちはすげえぞ、多分。多分、ムイ君も、もし本来霊感があって、うん、
どっちの上司を選ぶって言ったら多分俺石田さんの方を選ぶタイプだと思う。ムイ君も。おお。こっちはどっちかっていうと本当にブラック企業でもう下手すりゃあんなに今で言うとオレオレ詐欺の頂点の人みたい。ヤクザじゃないか。口がうめえ。ほんで頭はいいぞ。すげえ。まあその信長さんの部下やってた時代があるからなんていうのそういういろんなノウハウは受けてるだろうし。もうなんちゅうの石田さんってさどうだろう、うん、明日の仕事を明後日の仕事を考えるタイプなんやけどこっち違うぞ確かに。うん。1週間から2週間前ぐらいの方までの先手をまあ将棋荒らしたらうまい。ああわかる。うんうんうん。10手20手先まで考えるようなそんなプロ目線で。そうこっち違う。石田さんは全然違う。ああ。だけどこっちの方が好き俺。こっちはやめた方がいいと思うぞ本当に。いや未来のビジョンは見えるけど面倒なんていうの。信用できない人とあれ口がうまいな。いわゆる仕事場のリーダー的なポジションをうまくまとめてくれる人ってことでしょ。そう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 。それ面白いな。今ね現代で話すとこだな。うん、うん、多分霊感をもっと深めて霊感の強い人が深める多分同じようなこと感じるとかどっちが好きになるって言ったら俺は石田さん好き。へえ、うん。うん。浅井さんも浅井さんじゃねえわおいちか。うんうん、おいち今大好きなんで。最近スマートの壁紙外しちゃったけどさあんまりにもみんな気持ち悪いって言うから最近、ね、あれ以来俺おいち不安なんですよ実は。かといって歴史調べたわけじゃないけどな。あ、うん、福井で大体のことが分かったからさ。そうよね。あなたいいよね。なんかリアルタイムでその情報上がるって。リアルタイムの情報が上がるって。あこの人は一番美しい女性やと思った。日本人らしい女性だなと思ったもん俺。戦国一の美少女って言われるだけは。今の現代ってさ浮気あなんちゅうの男新しく言ったらその前の旦那なんかどうでもよく感じるやん。まあ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 違うもんな。純粋やもんな。そうね。あの政略結婚の中で幸せな家庭多分相思相愛で結婚できたぐらいのあれだから。あっちは好きになったけど歴史で2番目石田さん好き俺。、うん、で負けたんだろ。でもそうね結局そのうん関ヶ原の戦いは徳川家康の勝利で徳川家康がその征夷大将軍にそのままなった感じだから。天下暴れん坊将軍やったっけ。あれ何代か下の子じゃろ。徳川家康やねえのかあれ。水戸の五郎公は何なの。水戸の五郎公は確か十何代目の徳川家の人間。そうなんだ。要はその家康の血筋の人間があれ道中ほつき歩いてる道楽じじい。うん、あれ道楽じじい。あれ何将軍になったの。副将軍やで。違うか知らん。水戸黄門俺見たことないもん。水戸黄門っていうのようわからんねんけど。もう暴れん坊将軍か俺。時代劇必殺仕事人ぐらいしかわかんねえもん。どっちもだいぶなんか夢あるフィルターがかかったあれだな。そう俺こうやってムイ君とこうやって YouTube でこういうなパワースポット行ったり歴史のとこ行くけど、うん、初めてだもんな感心したの。うん、今度ちょっと調べよう。石田成田三成石田三成。うん俺好きだなこいつ。こいつっちゃ言っちゃうかんけど俺好きだな。